彼らには一刻も早くプロとして活動してほしいですね。霊華氏の悲劇を繰り返さないためにも。事件から今日で9日が経過しました。たった20人の暴動により約50分ほどで霊華氏は壊滅に。霊華氏の被害規模は紙の異常らしいが、地方だったため死傷者は抑えられたそうだ。